変わらず、ほどほど忙しい日が続いてるよ。今どこかにいる君が幸せだと、なんとなくだけのわかる。不思議な力が動き出して、澄み切った想いだけ鮮やかに伝わって、ふわわ空に溶けてゆくように、僕も離れ今さよならが聞こえる。伝えるのを忘れてたけど、君が檻に触れ僕について思うこと、多分それはほとんど当たっていたんだよ。本当は手品のように電流はまた流れる。会いたいと口に出してしまえたなら、話は早いけど僕の持ってる言葉だけじゃきっと今はまだ足りない。僕らを持って遊んで素敵な予感。